はい、今日は12日目です、こういう感じになっております。どうでしょうか。はい、で今日はね、朝起きた時ちょっと腰が痛かった感じしましたね。腰がちょっとズキズキジンジンしたような痛みで、別にそんなすごい痛い感じじゃないんですけど、あれ、最近良くなってたんだけどちょっとなんだろうみたいな、ちょっと熱くなるような感じの痛さ、腰が。でもまあ、起きてしばらくしたらなんかそれなくなっちゃったみたいな、はい、そういう感じなんで、そういうだから良くなったりちょっとまた戻ったり良くなったり戻ったりで少しずつ良くなっていくのかなっていうふうには感じました。はい、では今日の腰回り見ていきます。右の腰です。右脇腹と、はい、この左ですね。で、はい、今見てもらったんですけど、で結構ね、もう腰とかさすったりして、さすったりこう揉んだりしてますね。これ1週間以上1週間経ってから、腰とかその内出血してる部分、脂肪吸引した部分をこう揉むといいそうですね。揉んでマッサージするといいそうなので、逆に揉まないとダメみたいな、よくわかんないんですけど、なんかよくわかんないですけど、そういうふうに言われて、揉まないとこう脂肪が固まるのかな、なんか変なデコボコするのかよくわかんないんですけど、こうマッサージしてくださいと、1日5分ぐらい数回に分けて、っていうかね、揉むというよりね、今日ね、結構痒かったり しましたね、なんか。腹巻きとかしてたりして、なんか痒かったりして、結構痒いちゃったりしましたね。揉むついでに痒いたみたいな感じで。はい、まあそんな感じです。はい、失礼いたします。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。